赤番ホーム残り2周通過して、まずは佐々木武史がまずは中段を抑えます。しかしすんなりと7番深谷が車を下げました。さあ早くも深谷が後方7番手、中段後方一通りが変わります。正後方8番山田、対して中段から2番の佐々木。佐々木が現在中段に収まっております。7番深谷はじっくり7番手。さあ打掌合図に先頭開始。ああ正後方8番山田が少しペースを上げました。さあ山田裕二がまずは逃げの展開だ。2番の佐々木が中段、深谷智弘は7番手。4コーナーから直線。さあここで佐々木が発進していきます。佐々木が懸命に踏み上げていきますが、ここは山田裕二が突っ張った。さあなんと山田裕二が先行していきます。山田裕二が先行、九州勢の先行。さあ7番手から深谷智弘まくれるか。最終2コーナー、さあ深谷が発進、マーク5番の左京がつけ切れるか。最終バックだ。もうこれは物が違います。深谷智弘あっさりと前段を捉えます。マークも追走、あ5番の左京がぴったりと2番手だから。しかしここは第2先行、ちょっと追走苦しい直線コースだ。しかしながら一人旅深谷智弘、今日も圧勝です。深谷智弘快勝、2着争いはなんとか5番車左京です。あとは6番の中島3着を守ったかどうか。